Halo Sobat Traveler, kali ini saya bersama dengan seorang tamu dari Jepang, namanya Hatada Takashi Sensei. Jadi hari ini saya akan bertanya banyak hal tentang traveling, karena beliau sering sekali bepergian ke luar negeri dan ke beberapa tempat. Jadi langsung saja. 今回の忙しいところに時間いただいてありがとうございます。いやいやいや、アジもね。いい、全然忙しくないから。皆さんにちょっと自己紹介だけしていただけますか。ああ、サヤ、生サベア、生サヤ、ハタダ、サヤイニ、ダリ。オランジャパン、サヤ、Living 長野長野だ長野プリフェクチャー D ジャパンありがとうございます。今回インドネシアに来てるのはどんな目的で来てるんですか。仕事です。仕事です、ね、まあいつも仕事です。いつもはい、どれぐらいですか今回は。まあ2週間ですよね、うん、はい。今まで、何国の国行ったことありますか。インドネシア、中国、韓国、モンゴル、アメリカ、ベトナムだね、6です。ああ、結構行ってますね。タイとか台湾とか。それは、台湾行ってる。台湾、あれ7。7だね。あと、マレーシアとかシンガポール。マレーシアは行ってないですね。シンガポールも行ってない。7国の国行ってるんですけど、今まで何国語の言葉喋れますか。俺でしょ。はい、俺よ、サトゥー。嘘。でもインドネシア語喋れますよね。そういう例えばインドネシア語みたいな他のなんかないですか。ちょっとだけコミュニケーションができるのは、はい、まあ、インドネシア語は本当少しだけど、はい、英語はまあ、英語ですね、はい、生活には困らないぐらい。はいはいはい。あとはない。嘘。本当。じゃあ毎回いろんな国に行ってるときは。いろいろな国に行っても基本的には英語で大丈夫だから。素晴らしい。素晴らしい。今まで7国の国に行ってると。おっしゃってたんですけど、はいはいはい、一番いいと思う国はどこですか。一番いいでしょう、はい、はもうここですね。もうここはインドネシアです。インドネシア。ここって分かんない。あれどうしてですか。一番は、はい、友達がいっぱいいるってことですよね。はい、仕事でもう20年ぐらい同じ仕事をしてるので、まあ古い友達も新しい友達もいるから、はいはいはい、それが、はい、やっぱり他の国よりインドネシアの方がなんか友達作りやすいというか。作りやすい。あ、そうですか、それはもう間違いないよね、はいはい、だってインドネシア人は明るいし、はい、フレンドリーだし。フレンドリーですね、そうですね。それはもう間違いない、はい、ありがとうございます。でいつもいろんなところいろんな国行ってるときは、なんかよく出てくる問題とかなんかありますか。まあ外国人なので、はい、一番はやっぱり言葉の問題ですね。言葉ですね、はい、それはもう間違いない、はい、で英語が話せる相手だと別に問題はないんですけど、はい、ローカルしか話せない人だと、はい、その時どうしますか。Hard to hard。 あいや無理、それだけじゃ無理、はいはい、まあ、言葉がジェスチャーとか。そうだね、ジェスチャーと、あとはこれです。 Google 翻訳、 Google トランスレート。でも最近ありますよね、なんかポケトークとか。ポケトークは、うんうん、会社にはあるけど、まあ出張の時はもうこれだけだから、はいはいはい。で今までそれで大丈夫だったんですか、もし言葉しゃべらなくても。そうですね、だから例えばね、空港、ホテル、はい、お客さんのオフィス、
あとはレストラン、はい、このぐらいなんですよ行くところが、はいはい、だから、まあ、そんなに問題はないですね。次は、例えば毎回どこかとかどこかに行くときはいつも、うん、楽しみにしてるものは楽しみにしてるか、はい、まあ、一番はやっぱり友達と会うことだけど、インドネシアは本当そうです、ね、はいはいはい、でもやっぱり2番目は、はい、ご飯、ご飯、あご飯とお酒。でも例えばインドネシアとかあんまりお酒飲めないから、日本でビンタンを飲むとインドネシアの2倍ぐらいするわけだから、ああ高いですね、うん、はい、ビンタンを飲みにインドネシアに来てる、ね、チケットの方が大変そうだね、はい、そうだね、はいはいはい、そうですね、うん、あと例えば観光地とかそんなに興味ないですか？観光地は行きたいと思うんだけど、うん、やっぱり仕事で来てるから、はいはいはい、土曜日日曜日も仕事か移動になっちゃう ね、まあ日本のサラリーマンだからねいやいや、だから例えばバリに仕事に行っても、はい、ビーチでゆっくりするんじゃなくて、はいはいはい、ビーチを見てタクシーで、ね、オフィスに行くみたいな、はい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 、まあ、やっぱり楽しめるのはご飯ですね、か友達とご飯ですね、そうですね、友達と会って、うん、はいはいはい、まあでも友達と会ってる時もご飯とお酒も楽しめれますから、うん、今でしょ今、あ今はい、次は、うん、なんか今まで行きたいなと思う国とか場所ありますか？まだ行ってない、行ってないとこで行きたいと思うのは、はい、もう一番はタイです、ね、あ、タイですか？なんでですか？やっぱり ご飯が、日本ではタイ料理がすごい、うん、はい、結構前から人気があって、うん、辛くないですか？辛い、いや辛い辛い辛い、酸っぱい、うん、甘いが一緒なんだよね、うんうん、ミックスなんだけど、はい、やっぱタイ料理ってね日本人の口に合うんですよね。あ、そうですか、うん、なので僕はタイにずっと行きたいと思ってるけど、じゃあタイ料理好きですか？好き、タイですね、はい。次、旅行と言いますと、まあ、やっぱり一番重要なのはエアチケットとホテルですよね、うん、この2つは普通どうやって取るんですか？エアチケットは見積もりいくつか出すんだけど、はい、旅行、まあ、友達の旅行会社、旅行会社、はいはい、と、あとはウェブで、見積もりしますけど、はい、まあ、トラベロカでやったりとかするし、インドネシアだと、ね、トリップドットコム、チケットドットコム、チケットドットコムありますね、はい、で、はい、見たりもするけど、うんうん、結局ウェブでやるとちょっと面倒くさいんだよね。面倒くさい時もある、はい、登録をしなければいけないとか、あ、はいはい、だから大体その知り合いのチケット屋さんにお願いしちゃう、はい、例えばちょっと高くても面倒くさくないから、うん、そうですね、お願いってやっちゃう、うん、はい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 、まあ、あとはホテルは僕はずっとアゴダ、うん、あ、ずっとアゴダ、ずっとアゴダ、なんかメリットとかありますか？なんで他のところだと安いとかあるんだけど面倒、うん、くさいアゴダ面倒くさくないですか？大丈夫ですか？いや、もう僕アゴダの、あ、もう登録してあるVIPの会員になってるので、あ、いっぱい泊まってるから、はいはいはい、だから全然面倒くさくないね。あ、いいですね、メンバーになったら、まあ、楽ですね。楽だし安いし、あ、ありますか、そういうリスカウント？リスカウント、ポイントも貯まりますね。いいですね、あ、これ次は例えばどっかへの行くときは、うん、だいたいその行くまでどのくらい時間の準備してるんですか？あ、俺の場合は仕事 100% 仕事だから、はいはい、あ、 100% でほとんど仕事なので、はい、1ヶ月以上前から、つまり 2ヶ月ぐらい前から、はい、準備します、はいはい、それはお客さんがね、お客さんがいるので、そのお客さんの予定を一つ一つ確認をして
でも大体予定を決めちゃうんです自分で。はい、一応じゃあここからここまでジャカルタ、はい、ここからここまでバンドン、スラバヤって決めるんだけど、まあそれで、そうだな、期間は1週間くらいですね、それでプランを決める。あ、そうですか、うん、プランを決めるのは1週間くらいで、で、お客さんの予定がフィックスしたら次に、なんだ、はいはいはい、チケットとかホテルとかね、うんうんうん、じゃあ大体ゼロからは2ヶ月ですか。まあそうだね、ゼロから行くまでの間は、ゼロから行くまでの間は2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらい、うん、それは国内でも同じですか。国内は早い早いです、そうですね今次、そのエアチケット取るときに何を見て選ぶんですか。例えば値段とか時間とか、一番短い時間とか一番、うん、それかビジネスクラスとかエコノミークラスとか、まず一つ目にトランジットは僕は使わない。ああ、はいはいです、ね、じゃあダイレクト、ダイレクト でそれはもう時間、お金よりも時間を取らないと、まあ、ビジ仕事でやってるから、ね、ちょっと高くでも取るんですか。そうそう、すごく高かったら考えるけどそんなに変わらないですね。まあまあ、はい、まあ時間の方が、はい、うん、で、まあ、まずは予定が一番大事、はい、で、はいはいはい、2番目には、うん、僕は航空会社を選びますね、はい、お、例えば日本だったら、はい、ANA が一番好きなんだけど、はいはい、まあ、インドネシア来るときはやっぱガルーダか、あー、ドメスティックもガルーダまたはシチリンク、はいはい、まあ安心ですから、ね、安心だからね、うん、日本人は多分金のことよりも、まあ、金ももちろん大事だけど、うんうん、安心安全を選ぶと思う。まあそうですね、うん、はいはい、次はまあ似てる質問なんですけど、はい、今度はホテルだったら何を見て決めるんですか。値段とか場所とか。場所は重要ですね、はい、仕事だから。で、値段ももちろん、うん、リミットがあるから、はいはいはい、まあ、会社ですか、会社だからでリミットがあるので、それも考えます。でも、例えば大切なお客さんが来るんだったらそのリミットが上がるわけだけど、はいはいはい、まあケースバイケース、ケースバイケースですね。何が大切か、やっぱり評判ですね。はいはいはい、そうですね、あんまり変なところに泊まると、うん、で、その私アゴダでもウェブサイトだと他がアゴダ以外なんだっけ、トラベロカ、トラベロカもそうだし、ティケットドットコム、チケットドットコムとか、トリバゴとか、そうそう、トリバゴとかの、評判を見て、うん、8より下には絶対止まらない。あ、そうですか、うん、絶対止まらないです。で、例えば 8.5、うん、まあまあいいですよね、はい、8.5 から9ぐらい、9以上であったら、はい、まあそんなに星にはこだわらないです、はい、ああ、星よりその星よりも評判、快適さとかそのスタッフのサービスとか、ね、はいはいはい、そっちの方が大事だと思う、はい、まあ、もちろん、はい、ワンスターツースターっていうのは止まらない、うん、それは安全のためだけど、大事なのは気持ちよく泊まれることだよね。そうそうそうですね、はいはいはい、で、いつも例えばどっか行くときは、どっかの国とか町行くときは、大体その泊まるホテル決まってるんですか。もうよく泊まってるというか。そうですね、まあインドネシアの場合はもう10回ぐらいずっと来ているので、うんうん、大体同じほとんど決まってる。ああ、はいはいはい、もう例えば値段高くなってもそれは考えるな。考えますよね。やっぱり前に比べて、うん、数年前に比べてだんだん高くはなってきてる、はい、そうです、それは、はい、当然あれです、うん、でもやっぱり気持ちよく仕事したいし、気持ちよく友達と会いたいから、ね、はいはいはい、うん、やっぱ快適さを求める。はいはいはい、そうですね。次、いつも、まあ、旅行とかいろんな外国行ってる間にどうやって自分の健康を守るんですか。だって例えば病気になったら困りますよね、途中で。
一番は食事でしょ、はい、一番食事、うん、二番食事寝ること、はいはいはい、で3番目働きすぎない、はい、でもそう今日過ぎてるでしょ今日は疲れてるやばい、でもやっぱり食事じゃない、食事ですね、うん、僕の場合はインドネシアに来て、うん、1日目と2日目はいつも調子に乗って食べちゃうの、うまいから好きだから、はいはいはい、でもそれを我慢して、まあ、80% ぐらいでやれば、うん、ずっと健康でいられる、あ、うん、で、はい、あとはあの食べる量だけじゃなくて、うん、危なそうなワルーンとかを僕はやめる、その食べ物質ですね、そうですね、はい、それは重要、あとは水とか氷とかも、日本人お腹弱いので、でも悪うまいでしょ、悪うまいな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 いはいはいはい、そうですね、食事ですね、やっぱりそうだね、で、インドネシアからなんか一番好きだと思うことは何ですか、こと、うん、ことは分かんないけど、さっきも言ったけどおらんだよね、人間、ああ、はい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 、うん、なんだろうな、まあ他の国のにもいいところはたくさんあるし、うん、人はいいところ必ずあるんだけど、はい、僕はやっぱり付き合いが長いので、はいはいはい、あのこっちの人と話すとビジネスでも自分がハッピーになる、リラックスもできるし、できっとね、インドネシア人でもいい人もいるし悪い人ももちろんいる、はいはい、日本人でも同じ、はい、そうですね、どこの国でもですね、うん、はい、けどあの一度オープンにしたらお互いこうオープンでしょ、はいはいはい、でそれはそうですね、この国であの楽しいところの一つだよね、はい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 、あと最後ですけど、なんかあのインドネシア人に皆さんになんか伝えたいことありますか、どうぞ伝えたいこと、うん、あ、僕はどちらかっていうとインドネシア人、まあ、慣れてる方なんだけど、はい、外国人のね、日本人の旅行客が来て、インドネシア人非常にサービスをしようとしたり、外国人大切にしようとする、旗だ、サーサーサーっつって、でもあ、ホテルの人とかはもちろん仕事だからそれは大切なことだけど、はい、その一般で普通に接するときはやっぱりに日本人、インドネシア人、ね、韓国人、中国人ってやっぱ関係ない人間と人間なので、お互いあんまり気にせず楽しくしましょう、はい、うん、はい、その方がオープンマインドに、はい、理解できるんじゃないと思います、はいはい、僕の仕事もそういう仕事なのでね、はいはい、うん、ありがとうございます、そんな感じ、はい、ありがとうございます、じゃあ今日はあの本当に時間いただいてありがとうございます、マグロですけどビールじゃないですけど変がね、こちらこそ OK Sobat Traveler, seperti itu tadi, semoga bermanfaat ya, semoga bisa dapat banyak inspirasi dari pembicaraan saya dengan Hatta Dasesi tadi. Jika kalian ada yang ingin tanyakan atau ingin komentar, silakan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.